河合町と広陵町にまたがる県営うまみ丘陵公園で毎年恒例の花のイベント、うまみフラワーフェスタが開かれています。今年で10回目となるこの催し、広大な敷地の園内にはコスモスやバラ、コキアなど秋を感じる草花がいっぱいに広がり、訪れた人を楽しませています。中でも奈良が球根の生産量で日本一というダリアはおよそ120種の花が咲き誇ります。花の直径が30センチほどにもなる空という品種をはじめ、色や形も様々なダリアを前にカメラのシャッターを切る人の姿が多く見られました。催しはあさって18日までで、ダリアの花でフラワーアートを作るイベントや奈良の地場産品を販売するフェアなども開かれる予定です。